ら不思議な音色と変わったいでたちの男性。怪しげな彼の正体は地域おこしの仕掛け人、数多くのユニークな企画を生み出すアイデアマン。名前は大沼幸雄さん。地域を元気にする達人なのです。宮城県大崎市鳴子温泉鬼神戸地区、観光地としても有名な鳴子温泉の山間部にある地区です。415世帯1300人余りが暮らしています。スキー場、牧場などが広がる自然豊かな鬼神戸。かつては金山や馬の産地として栄え、林業やリゾート産業でにぎわった時期もありました。その鬼神戸にある一軒のレストハウス、ここから先ほどの音色は響いてきました。演奏しているのは大沼幸雄さん。大沼さんは縄文音楽集団鬼というグループの代表として、平成2年から地域おこしのために演奏活動を行っています。鬼神戸は、縄文遺跡が非常に多いんですよ。で、それを考えると、今でこそ奥羽山脈の、根っこの部分ということで不便、交通の便が悪いとかね、いろいろ、高地面積が少ないとかいろいろありますけれども、かつて縄文時代はここが最も豊かな地域だったのだろうと思った時に、それではやっぱりこう本当だったらもっと胸を張って森に囲まれたこの地域を自慢すべきではないかということで、それを音楽で表現できないかなと。20年近いですね、もうね、かれこれ。最初から手応えってのは？手応え全然ダメでしたねやっぱり何でしょう、頭でっかちになってはダメだと。いろんな文献を調べたりとかですね、こういう楽器はないだろうとか、そういうふうに考えるとやっぱりダメなんですね。もう少し自由な発想で、これは面白い音が出るなとか、そういったものは全部使っていくと、そう考えたら楽になりました。自然に空洞ができた木を笛にしたり、自分たちで粘土をこねて太鼓を作るなど、この音が縄文の音だと感じたものは縄文楽器として取り入れていきます。枠にとらわれない自由さが何とも不思議な音色を生むのです。自由な中にも縄文集団鬼には決まりがあります。闇雲にイベントに参加するのではなく、あくまで地域に根ざしたイベントのみ出演すること。この日は地元大崎市の食を考えるイベントへの参加です。幻想的な音楽に拍手が起きます。こんな大沼さん、実は大崎市鳴子支所鬼神戸出張所内にある鬼神戸公民館の職員です。仕事柄住民と接する中で、大沼さんは地域の活性化に目を向けるようになっていきました。かつてもう林業がかなり盛んな時代もあったり、あるいはその後の農業のいい時代というか、それもありましたが、それがだんだんと衰退していく。で、その後に出てきたのがリゾート産業ですけれども、これもだんだんとやはりこう全国一斉に同じようなことをしてしまうので、だんだんとそれもですね、こう下火になりつつあるということですけれども、ただそれはやっぱり勉強をしたというふうに思うしかないと思うんですよね。で、やっぱりじゃあ何が大事だったのかというと、今でも変わらずにあるものだと思うんですよ。そこを大事にしていく必要がある。山や川に子供たちを
連れて行ったりとか、あるいは家族連れとか大人の方とかを案内して歩く機会が多いわけですけれども、やっぱりみんなこう喜んでくれるという姿を見ているとですね、やっぱりこれを何とかしたいなと思いますよね。この喜びの時間というのをもっとうまく提供したいと。地域の持つ魅力をさまざまな形にしていく企画力抜群の大沼さん、過去には民放テレビ局の企画したふるさと CM を制作し、見事グランプリに輝いたこともあります。第一作目は温泉の大切さを訴えます。2年目はこけしをテーマにしましたので、鳴子は温泉とこけしの町という看板の下でやってますが、じゃあ住んでる人は大切にしているだろうかと振り返ると、ちょっとやっぱり疑問なところもありましたね。 CM は外に対してのメッセージだと思うんですが、私たちは内側に向けましょうということで作りましたので、まあ、まさかその1位になるとは思いませんでしたけれども。ふるさと CM をはじめ数多くの地域活性化の活動が評価され、大沼幸男さんは平成19年度地域づくり総務大臣表彰を受賞しました。表彰は自分の力ではなく地域の仲間の力だと大沼さんは言い切ります。仲間の力を借りながら少しずつやっていくと、何かそこから見出せるものがあって、そうすると、仲間が増えていく、理解者が増えていくということになります。なのでやはり全体でいただいているものだと思います。大沼さんが考案したり携わっている地域おこしの企画は多種多様です。この日大崎市内で行われたのはランチ対決。大崎市内の飲食店がテーマに沿った創作料理を披露し、審査員に選ばれたお客さんによって順位を決める催しです。10回目を数える今回のテーマは地元野菜を使ったスイーツ。作る側にも食べる側にも地元鳴子で採れる食材の価値を再認識してもらうことが狙いなのです。本当に今日は皆さんこういうところ、そしてお忙しいところ、審査員としてご参加いただきまして大変ありがとうございます。大沼さんも自ら司会を務め場を盛り上げます。この企画は地元飲食店で組織された大崎楽友会の主催です。大沼さんは楽友会立ち上げのメンバーであり、企画の発起人の一人なのです。ネギ味噌アイスです。おそらく誰も味わったことのないような味がいたしますので。日本酒の一の蔵ですね。一の蔵のアイスです。審査が始まりました。公募で集まったおよそ50名の審査員が全ての料理を試食して美味しかった作品に投票するシステムです。真剣さの中にも地産地消の美味しい一品と出会える喜びがあります。野菜って感じしないのね。いろんな料理出てきて楽しいですよ。こういう野菜あるんだっていうのを分かってもらえるのもまた一つのいい機会なので、生産者としてもありがたい機会だと思います。地産地消が大切ですね。それに基づいてこれだけだん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 皆さん力が入ってきますね。やっぱりそういった意味では本当に非常に大切なイベントだと思ってますね。活性化しないと次の世代が生まれないんですよ。そういう意味でもやっぱりこういうのはね、食材も含めて農家も含めてですから、やっぱり活性化するんじゃないかと思います。いよいよ審査結果発表。ホテル鬼神戸村上純様です。地元産の日本酒を使ったスイーツがお客さんの票を集め最優秀賞に輝きました。ますますこの大崎地域の食というものが高まり、さらには子どもたちにまでね伝わるような活動を。参加した人間すべてが地域を思い考えるイベント、大沼さんらしい楽しさにあふれた企画です。本当に心にしみるような料理をこの鳴子から発信していくということ、日本中の人にあるいは世界から訪れた人にですね、日本の食というものを伝えていきたいなと思いますね。音楽、食、自然、大沼さんが地域づくりに選ぶものはいつもそこにある
当たり前なのにかけがえのないものばかりです。10月、鬼神戸の山中でとあるイベントが開催されました。鳴子地域には鳴子ダムという日本人の技術だけで作った、まあ、アーチ式ダム第1号のダムなんですけれども、それがなんと50年を迎えたということですね。水源地、水の源を考えようということで、今日は200本のどんぐりの木を植えようということで120名の方をお迎えしますけれども、そういう自然と共に生きてきたその鬼神戸の文化というか匂いを感じていただきながらですね、でまあ、里山と一緒にこうやって暮らしてきたんだよということで、そのどんぐりの木を家族で植えてもらってと。イベントのオープニングを飾るのはご存知、縄文音楽集団鬼。地域に密着したイベントならいつでも参上します。不思議な音色に集まった子どもたちも驚いています。たくさんの拍手の中、演奏が終わると大沼さんは急いで移動します。どこへ行くのでしょう。やってきたのは鬼神戸山学校。閉校となった鬼神戸中学校を改装した施設です。使われなくなった校舎を残したいと卒業生が集まり修復を施しました。結果、地域のイベントに活用できる会場としてよみがえりました。大沼さんが作っているのは子どもたちに振る舞うお昼ご飯のキノコ汁。もちろん地元鬼神戸のキノコです。地元に根ざしたものなら何でも生かす、大沼さんのポリシーです。怪しいキノコ汁です。鬼神戸さん怪しいキノコ汁。ただいまからとても怪しいキノコ汁を配布いたします。大沼さん怪しいなどと言っていますが、実際にはとても美味しいキノコ汁。子どもたちの表情を見れば、ほらご覧の通り。雨、キノコ汁苦手なんですけど、これだったら食べますもん。ご飯の後はグラウンドに集合。ここでも大沼さんらしい工夫に富んだ企画が用意されていました。源流のある鬼神戸から海のある石巻まで、川がたどる地形を実際の土で巨大な模型として作り、そこにどんぐりの苗を植えてもらうのです。自分たちが暮らす地域に水と緑があることを体験を通して実感してもらう企画です。何かで作ったようなジオラマではなくて、ここの土とここの苗木を使って、地域にあるものでできたらいいなということで、今日はたくさんの、ね、子どもたちが来ているので、つながっているんですよというのを実感してほしくて、やっぱり川がつながっていることとか、長い時間をかけて海まで水が行っている姿だとかというのをこうなんか感じ取ってもらえばいいなと思うんですけどね。音楽を聴く耳、食を楽しむ舌、そして苗を植える手。五感を通じて鬼神戸を知ってもらい、好きになってもらいたい。大沼さんの一見奇抜な地域づくりの根底には鬼神戸への熱い思いがあるのです。この空気も含めてこの景観をいいなと思ってくれる人を仲間にしたいなという考えがありますよね。そうするとこう地域も喜んでいくというか、私はそういうのが活性化だと思うので、みんなでつながっていく、より多く共感してくれる人を増やしていくということが大事だと思ってますね。工夫と絆と熱意が生み出す地域づくりの響き。大沼さんの地域を生き生きさせる取り組みはこれからも続いていきます。